1日の練習、そうですね、はい、ただでもやらない曲も一緒にやります。声小さめ、小さいですね今日。はい、
練習と、テスト。そう、今日は、パソコンを使ってません。今日は iPhone で、スマホでやってます。この間ね、まさにここで村岡さんとレッツ OBS って OBS を、伝授する、配信をやったんですけど、今日は OBS を使わないというね、使わんのかいっていうね、はい、というのもその日の夜にめいちゃんがゴーミキサーという機械がありまして、それを使った配信をしてて、まあいろいろまあトラブルがあったりなんかして、あ、そうかと思って、ちょっといろいろと実験できてないことあるな、ちょっと一回やってみたいなと思って、まさにそのゴーミキサーを使って、やってます。はい、なんで、まあ、せっかくなのでちょっと練習もしたいなと思って、はい、夜空のグローバーさんもこんばんは、拍手ありがとうございます。そう、おなじみのリンズ P スタジオで今日はやってます。はい、まあそんな感じなんで、なんかあったら、実験なんで、はい、声、そうですね、小さめですが聞こえます。そう、声もね、最近導入した、ヘッドセットでやってまして、こいつがねちょっとねノイズがちょっとあって、どうにもこうにもあれだったんで、ちょっとまあ今日はこのまま行きたいと思います。はい、なんで基本今日はね、今度土曜日に、久々に東京で、あきちゃん、あきいちことライブをやるので、ちょっと事前リハがないので、ちょっとつらっと曲に合わせてやっていこうかなと思います。のっけからちゃんとありがとうございます。そうですね、ちょっとノイズ問題はね、ちょっと課題ですよね。はい、でもなんかゴーミキサーで結構ここまでできるんだなっていうのが一応今のところはできてるので、はい、配信部で今朝丸くんのヘッドセットに担当しましたねしましたね、これね本当便利ですよもう。はい、さあ、じゃあつらっと、行こうかな。愛を歌おう、愛を愛を愛を奏でよう、さあ、足跡を重ねたこの道はあなたにつながっていたんだね。相変わらずの毎日だけど、
割れてるとかそういうのがあれば全体的なバランスとか、はい、よし、じゃあちょっとこのままいっちゃいましょう。
ラ様でした。これは本当に全然やってなかったんでね、この間、久々にやりましたね。バンドでね、バンドでやったのいつだろう、いつぶりだろうって感じですね。ありがとうございます。難しい顔をしてる、はい、ね、知れ聞いたことがないであろう曲もちょっと、ね、どうでしょうかね。眺めてる私感謝、めっちゃ久々にやる曲だったりもするので、どうでしょうかな。秋っぽい性格だから、あって、もう一度君と
前の君。これは多分バンドで1回と境南で1回やったぐらいですね。はい、そう、そうそうそうね、初めて聞くことですよね。ありがとうございます。はい、めっちゃ久々にやった。さあ、そうですね、わあ、これ久々だ。さあ、前半はドラムないですか。あ、ちなみにこれさっきの風前の君以外は、音源になってるドラムは叩いてます。はい、君は、秋様が目の前に見える、打ち込んでおります。はい、扉を開けないで、まあ、この曲は今度やらないんですけどね。これ忘れがちですよね。
上、僕と君とでした。はい、この曲が入ったねアルバムが、The Next Wonderful っていうのがもう売り切れちゃってるんですよね。でこの間なんかの時にヤフオクを見たらヤフオクに出てましたね。はい、結構高い値で出てました。からそうですね。あ、時間ですがもうちょっとやります。はい、切れてもまたつなぎます。乾いた砂そうですね、レコーディングとかねし直したいですよね。